大森真帆 AKB48 ファースト写真集発売記念スペシャル、イエーイ。皆さんこんばんは、 AKB48 の大森真帆です。イエーイ、みんな見てますか？すごい、始まる前からたくさんコメントとか待機してくださった皆さんもありがとうございます。嬉しい。ということで、みんなこんばんは。こんばんは、おめでとう、ありがとう、嬉しい。そうなんです、こうやってみんなのコメント生でね、あの配信発売しますって言ってから、こうみんなのコメント生で今リアルタイムで見るの初めてなんで、めちゃ嬉しい。いっぱいたくさんの方がおめでとうって言ってくださって、すごく嬉しいです。そう、まずこの番組は私大森真帆のファースト写真集が12月5日の誕生日に発売されることを記念して配信することとなりました。はい、写真集のお話をいろいろしていけたらいいなと思うので、最後までお付き合いよろしくお願いします。嬉しい。なんかこのショールームのスタジオで一人で配信したことって人生初めてじゃないかな。なのでちょっと緊張する気持ちも半分ありつつ、でもいつも通りのね、あの私とファンの皆さんとの空間、今日も一日できたらいいなと思います。最後までよろしくお願いします。ということで、まず早速なんですけど、番組の感想をツイッターで投稿する用のハッシュタグを決めたいと思います。目指せトレンド入りということで、何がいいかな。あ、フリップに書き込むんだ。フリップに書き込む。どうしよう、何がいいかな。でもやっぱりまだね、この写真集発売するって決まって、その写真集のタイトルがまだね未定なんですよ。だからこう写真集のタイトルとかね、本当は出せたらよかったけど、今回はまだ決まってないので、まあ王道に最初、私が結構今もう SNS とかでも使ってる大森真帆、大森真帆、ちょっと一気に無理だった、ファースト写真集そのまますぎファースト写真集、写真集、ちょっと漢字苦手、普段ひらがなで書いちゃう。はい、これにしよう、そのまんま、ダダン、ハッシュタグ大森真帆ファースト写真集で皆さん感想などなどたくさんつぶやいてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、把握よろしく、ありがとね。じゃあ早速決まったということでね、私結構この終わった後にこのハッシュタグで検索してみたりするので、皆さんどんな内容でもいいので、たくさんたくさん、あの数が大事なので、まあ質よりも量と思って、皆さん今日たくさんトレンド入り目指してハッシュタグでつぶやいてください。よろしくお願いします。そしてこのショールームをご覧の皆様のためにためだけにサプライズプレゼントを用意しました。画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典として生写真を漏れなくプレゼントしちゃいます。この特典は今回の配信のみだけですので、ぜひぜひ絶対にお早めに、忘れないうちにお買い求めしていただいたら嬉しいです。すごいたくさん、あ、これ、あ、これこれ、ありがとうございます。そう、予約した、お、予約した、もう買ったよ、だってみんなのね、コメントここでも見れるんです。本当は前でも見れるんだけど、ここでも見れるから全部逃さずに。あ、生写真嬉しすぎるね、本当にこの配信の時だけでしかあの買えないから、忘れないうちに 何個買ってもいいですからね。お、いい位置にボタンが、いいね。そう、ではまず絵柄を公開ね、最近 SNS ではサンプル入りがね、あのサンプルっていっぱい書いてあると思うんですけど、あれが公開させていただいたんですけど、ここではちゃんとね見れますから、いきます。まず絵柄こちらです。ダダン、じゃーん、え、めっちゃ綺麗じゃない、どう。こんな感じになってます。もうビーチに白水着に、こんなにニコニコなことあるってくらいの笑顔してるんですけど、はい、まずこの
今回このショールームさんのこのためだけの特典を私もね何種類かあるうちから選ばせていただいたんですけど、なんでこれにしたかっていうと、まあ何種類だろう、5種類とかかな、5種類の中から結構めっちゃ悩んで、どうしようっていろんな結構スタッフさんに聞いたりとか、まあ、友達、家族にアンケートを取ったりもしたんですけど、まあその総合結果とあと自分の意思でこれを選んだんですけど、だってさこんな笑顔なことある？なんか私ってあんまりそんなに、なんだろう、笑顔を結構チャームポイントって言ったこともあるんですけど、こんなに笑顔あんましたことないって自分でも思うくらい笑顔だなって思ったから、このしかもポストカードって聞いて、その なんていうのこれポストカードになったら可愛くない？この感じ、なんかちょっと引きだけど、なんかポストカードでこれ持ち歩いてたらお守りみたいな感じで、みんなも一日ニコニコできるよみたいなことになるんじゃないのって思ったので、これを選ばせていただきました。そう、本当にもうこの絵柄は今回だけの特典になるので、もう今日これを買い逃したらこれはもう二度とねこのポストカードは手に入らないので、絶対に買っていただけたら嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。早めにねぜひご予約ください。はい、すごいいいでしょ、ずっと見せたくなっちゃう。はい、ということで、ではね、ここからは写真集についてトークしていきたいと思うんですけど、いやー、まあ皆さんもね写真集の、私まだ何にもね詳しいこと自分の口からこの配信のために言ってなかったんですけど、まあまずねこの写真集を発売するって決まってから、みんなもうすうす感づいてたとは思うんですけど、約2ヶ月間禁酒とダイエット小麦を抜いたりとかしまして、まあそう写真集とは言ってなかったけど感じてた人もいるのかな、わかんない、どうなんだろう。でもそう、そのためにこの撮影のために大好きなお酒をねやめて2ヶ月間くらい結構頑張りましたよ、いろいろと。そう、詳しいことを言っちゃおうかな、何したか言っていいか、ここでじゃあ言っちゃいますね。まだこれ誰にも言ってないトップシークレットだったまず1つ目、初めての、あ、言ったってもさ媒体には流れてるか、みんな記事とか読んでくれた方には知ってるかもしれないんですけど、初めてのねなんか送信エステ、まあ、1回行きました、初めて人生で、すごい。なんかしかもそれも結構ちょっとお高め、私普段あんま美容とか全然気にしないんですけど、でエステとかも行ったことなくてなんですけど、今回はちょっと気合に気合を入れまくって本当に超背伸びした。結構1回の値段本当にうおーってなるくらいの、すごいしっかりとその人の手の力を借りて痩せに行きましたそして2つ目は尻トレーニングをねしました。ちゃんとお尻のジムに行きまして、お尻のトレーニングをしたりとかして、そう、効果は、いや、でもいろんなことやってるから、その期間にその自分でも食事制限してるし、自分でもこうマッサージしたりとかいろんなことしてから、それ効果はどれがあったかは確実には分かってないけどでもあったと信じたいので、ちょっと効果あったかは今後 のもっと多分これからね、まあ、先行カットが出るかもしれないし、本そのページの中でいろんなカットがあると思うんですけど、そこでねぜひご確認いただけたらなって思います。ので、あ、すごい、今買いました、本当だ、買ってくれたらね、なんか飛行機が飛んでてわかるので嬉しい、ありがとうね。そうそうなの、私結構人生の夢でもあったんですよ、自分の中でダイエットっていうものをやり遂げるってことが、成功させるってことが、でこんなに長くダイエットが続いたのが人生初だったので、なんか嬉しいし、やればできるんだって思った。だってめっちゃお酒好きなのにさ、2ヶ月も本当に一滴もだよ。でその間もさ海外行ったりとかしてさ、海外でなんて飲みたいじゃん、そんな行ったことないところでさお酒飲むのが楽しみの一つでもあるのに、それをせずにね、こう自分に
意志を固く持って何かを一つできたっていうこともすごいこの写真集を通してなんかできてすごくいい経験になったなって思います。なのでその努力の成果を皆さん本当にぜひご確認ください。ぜひよろしくお願いします。うん、あとなんか気になることありますみんな。え、嬉しい、老子がボナブー配信でまほちゃんの写真集の話してくれてるって、嬉しい、ありがとうございます。そう、すごいなんかいろんなね、まあ、メンバーもだしいろんな方が写真集おめでとうとかお祝いしてくださってすごい嬉しいです。うん、なのでね、もっとこれからもロシが見せてありがとうございます。お気に入りショット、え、ありすぎる正直。だけど私もまだ全部撮っていただいた素材っていうんですか、いろんな写真たちを全部確認してるわけじゃないので、まだそう自分もどんな写真がこう他にあるのかめっちゃ今まだ楽しみな状況で、もオフショットとかは自分の携帯にめっちゃあるので、え、今回の先行カットもいろんなね全部違うシチュエーションだったりとか水着だったりとかしたと思うんですけど、もう全然もっともっといっぱいあるので本当にお楽しみにしててください。あ、どこで撮影したんですかっていうのは、島で撮影したんですけど、今回東京の島なんです。初島っていうところと式根島っていう2つの 島で撮影させていただきました。すっごいのそれもね、島、私島へっていうエッセイ書いてるんですけど、なんかすごい島に運命感じたし、あと島めっちゃすごいね、素敵な島だったんですよ。なんかこれはもう後々ね写真集見ていただいたら分かると思うし、オフショットとかでもね多分いっぱい島の良さが伝わる写真とかもあると思うんですけど、本当にいろんなね、なんだろう、いろんな衣装でいろんなシチュエーションで、なんか島ってさこんなにバリエーションあったんだっていうくらい素敵な島だったので、そうぜひぜひ、あ、すごい、みんなもね、そう私の島への結構買ってくださってる方が多いから、島への知識があるね、みんなすごいありがとうございます。楽しみすぎて早く12月になってほしいね。まあもうちょっとあるんですけど、きっとあっという間だと思うので、まあ、早いうちからねぜひぜひゲットしておいてくださいね。そう、いつの間にか撮影してたでしょ。そうなんです、結構夏に撮影しました。島と島の間、船、そう船で、でまあね船とかでも撮影しちゃったりして、いろいろいろんなところで撮影してるのでぜひご覧ください。はい、他なんか聞きたいことあるかなあ、ね、うさぎブラ気になるよね。あ、新島、え、私なんて言ったあ、そう、初島って読まないんだ新島、新島間違えちゃった。ちょっと新しいと初めてと新しいで間違えちゃった。新島でした皆さん本当に間違えた新島かよ、そう新島でした。ちょっと初って読まないねこれ新島です新島と式根島の2個です。間違えちゃったよ。はいはい、危ない危ない、聞かなかったことにしてください皆さん。新島です、そう新島大好きなんだからあ、そう、うさぎブラで頭の中に、そううさぎブラすごい早く見たいよねみんな。ちょっとまだこれに関しては引っ張っていこうかなって思いますはい、あとはなんだろう、これ今現在、あ、まだ話せる、なんか聞きたいことあるかな。でも見どころはね、なんだろう、本当にいっぱいある。でもやっぱうさぎブラ、私もともとその写真集撮影する前にどんなことしたいですかっていう打ち合わせがあった時とかに、そう、その時にそのうさぎブラみたいな、なんかすごい、まあ、マホピョンなんで、そう、なんかうさぎに絡めた何かができたらいいなみたいなことをお話ししてて、そこからねこう生まれた、そう、うさぎブラなので、ちょっとお楽しみにしててほしいです。過去最、確かに過去最大露出かも、楽しみにうさぎ楽しみだって。そう、石は何種類くらいあるかね、めっちゃあると思うよ今ね自分の手元には。あの、どんなやつでみたいな、この日などんな感じ、何やりましたみたいな手元に資料があるんですけど、
16くらいはあります。めっちゃ撮ったし、本当に、なんだろう、私のでもやっぱり総合的な見どころを言うと、なんかまあマホピョンって感じが多分まあ世の中的なね、マホピョンっていう印象、なんだろう、なんて難しいね、言語化するのが難しいんですけど、な結構これってマホピョン、大森マホマホピョンって感じなんですけど、ちょっと待って語彙力なさすぎかもなんですけど、この写真集は本当に大森マホ、わかるかな、だから本当親とか親レベル、親とか本当に自分だけしか知らない私が詰まってる。なんか多分すごく島でも撮ったし、結構ナチュラルなカットとか多いから、なんて言うんだろうな、こう本当に本来の自分ってこう、本来の自分、そうそういうこと、本来の自分ってことわかりませんって言われて語彙力が追いついてないんだけど、あのね、そうそうそう、本当の私って感じだから、こう普段の普通のね写真とか撮られる時とかも、私こんな笑顔しないもん。私なんだろう、基本やっぱ自分の顔ってさ、写りがあってさ、自分がどの写りがいいとかさ、どういう角度が盛れるとか、どういう笑い方だった、決めポーズとかさ、決め顔とかあるじゃん。なんか大体そういうのじゃん、結構基本的に。こうしかも撮られてるお仕事とかってなんですけど、この撮影は本当に、なんだろう、もう最初はね、ずっと結構そのマホピョンっていう感じが抜けなくて、そう、あのカメラマンは細井浩二郎さんにね撮っていただいたんですけど、細井さんが全然シャッター切ってくれなくてほんと、なんだろう、作りすぎてるの、私でもね、そんな自分でも作ってるっていう自覚はなく、でもなんかこう自然と出ちゃってたみたいで、その硬さっていうのかな、なんか作ってる表情とか、そうだから本当に雑談とか、私の心をこう会話とかで、なんかそう、時間と会話と、なんかいろんな、そう、すごく素の私の状態に戻して、すごいいい、なんだろう、表情、多分普通の方とかなかなか見ることが、多分本当になかなかできないんじゃないかなっていう表情が、たくさんきっとこの写真集のカットではいっぱい詰まってるんじゃないかなって思うので、そう、すごい引き出してくださって、多分完成、まだ私も完成見てないから何とも言えないんだけど、きっとそんなカットがいっぱい詰まってると思うので、ぜひぜひ楽しみにしててほしいなって思います。そう、細井さんはエリーちゃんのね写真集とかも撮ってくださってると、以前にも何回かお世話になってる、私もグラビアで、なのですごく、そう、そんな細井さんでも私は最初こうきっと壁がねできちゃってた、でもそれをねすごい見透かされて、そう、でも撮影最終日とかになったら、なんかいや、よくすごいね、自然になってめっちゃいいねいいねって言っていっぱい撮ってくれたのできっと素敵なカットがいっぱいあるんじゃないかなって思います。楽しみにしててください。はい、あとなんだろう、なんか聞きたいことありますか。あ、すごい、あの笑顔は今後二度と見れないので、たくさん買っておきます。見れないことはないかもしれないけど、まあ、それがこの物として残るってことは本当に二度とないかもしれないので、そう、多分私、しかも私のめっちゃ本気で笑うと、なんかこの本気で笑う口ってこれなんですよ。でも私とか、ここまでが私の笑顔の限界なんで、普通のなんかあんまね、普段だったらここまでめっちゃ全開で笑うとかあんま可愛くないなって思ってて、自分では。そうだから、普通だったらあんま可愛くないんじゃないかなって思うんだけど、ここまでなんかここまで楽しそうに笑ってたら、なんか振り切っていいかなって、なんかいいかなってそう、笑顔の限界突破してるでしょこれ。だから
これをね選んだの。だからもうね本当にぜひこれ今のこの配信でしかこれ買えないので、ぜひぜひ今ポチッと買えるボタン、あすごい今飛行機、私のこの語彙力に語彙力が良くてかな、語彙力で買ってくれたのかな、ここにどっかにあるので、ぜひそこから今の今しか、あポチった嬉しい、そう今しかね買えないので、この配信でしかゲットできないんで、よろしくお願いします。そう確かにな、他なんだろう、みんなに質問、写真集の発売をしてどう思った？ある手元にある資料にそうあったんで聞きたい、私も普通に、あ買ったようだってありがとう嬉しい、えどう思った、普通にみんなのびっくりした、嬉しい、ついにかめっちゃ嬉しい、やっとか嬉しい、あ買ってくれてるありがとう、嬉しい、待ってた、ありがとうね、そう本当すごいみんな嬉しい、ありがとうございます、私も嬉しい、そうやって言ってくれて、見逃した、そうだよねびっくりしたよね、だってさ私もなんかすごい結構グラビアとかやらせていただいてたけど、そうそれはさいっぱいグラビアこうやってって、そのグラビア見て好きになってくださったファンの方とか、まほちゃんのグラビア好きだよって言ってくださるファンの方が握手会とかでね、こうまほちゃんの写真集はいつですかとか、まほちゃんは写真集出さないんですかとか、もう結構割と長い間言ってくださってて、たくさん結構いろんな方が、だけど私もそりゃ写真集したいけどさ、そう簡単なもんじゃないって私も分かってるし、そんなね写真集ってすごいことですから、だから私がそんなメンバーになれるなんてってちょっと思ってた部分もあるし、いやいやいや無理でしょ私だよっていうね、ちょっと思ってた部分もすごくあったからこそ、私もこの写真集出れます出せますってなった時にめっちゃびっくりしたのと、なんかそうやってずっと待ってくださるファンの方にやっとこうなんだろう恩返しじゃないけど嬉しい報告できるって思ってすごく嬉しかったので、もうこれは本当この今後ね一生大切になる宝物のような一冊になるともう思ってるので、この一冊を今からずっと、まあ、発売までも発売してからもずっとこの先生涯大森真帆の、大切な一冊としてみんなで私も含めいろんな方となんか一緒に大切にしていけたらいいなって思うので、本当に私の願いは一人でも多くの方にこの写真集のが手に届い手に入れてもらうことと、そういろんな方にその写真集を見て私のことを少しでもね深く多く知ってもらえたらいいなって思うのでね、これからも一緒に皆さんと一緒に盛り上げていけたらいいなって思いますので、よろしくお願いします。はい、嬉しい、友達とかにも配るね、そうなんかすごい早速さ、私も昨日その写真集発売しますって報告 SNS で告知してからずっともう携帯に貼り付いてみんなの感想とかエゴさしてすごいね見てた、ずっと張り付いてみんなの感想見てたんですけど、なんかもうすでに何冊買ったんで布教しますとか言ってくれる方とか、あとね他のメンバーの写真集、他のメンバーのファンの子となんか写真集交換とかなんかやってる方とかなんかすごい見つけてすごい嬉しいなって、なんかそのみんななりに私のことをこうやってなんかその私の写真集広めてくれようとしてるんだなってすでにもう感じて嬉しいです。はい、ということでね、ここでまた新たにね来てくださった方もいるので、ここで、ここでしか買えない生写真じゃん、こちらです、こちらが今回の配信でしか買えない生写真となっています。私の選んだお気に入りカット、めっちゃいろいろ本当に考えて選んだの。まずこういう特典ものとか、ここが初めてだから、このつける今こうやってみんなに、何これが初めてじゃないですか
だからなんかこう多分これからいろんなカットとかも他にも出るかもしれないけど、一発目どれがいいかなって考えた時に、なんだろう、この感じじゃない、やっぱいろいろね顔の寄りとか他にも候補あったんですけど、でもやっぱこの笑顔じゃんって語彙力はい、思ってこれを選んだので、ぜひ本当にもうあと何分とか、もう何分、あと30分もないんじゃないこれ変えるの、ぜひぜひここ30分しかないからね、あとこれがあと30分でもう二度と手に入らなくなってしまうポストカードなので、ぜひ絶対に忘れないうちにゲットしてください。すごいポチってくれた方ありがとう、見えてます。そうそうね、そう、あ、そう、水着とかも一緒に選んだりとかしました。スタイリストさんといろんなみんなで一緒に決めたり、全部いろんなね、今回着てないやつとかもいろいろなんかフィッティングとかいろいろ決めてみて、今回これ決めてるので、ぜひぜひ。そうなの、お洋服ショットもあります。そう、もうすでにね白いワンピース出てると思うんですけど、ワンピースとかも着てますし、まあまあまだ言えないけど、まあ他にもいろいろ着たりしてますよ。うんうん、楽しみにしててほしいですね。早くね全パターンねみんなに見せたい。お洋服も結構あります。お洋服っていうかいろんな、うん、いろんなそう、嬉しい。裏話聞いてさらに買いたいかもしれないです。ぜひぜひ買っちゃってください。今だけのやつもありますし、なんならこの今だけのをなんかその保存用鑑賞用とか何個か買っといて、この生写真ここでしかもうなくなっちゃうからね、これだからここで何個か買っといて、そのうわ買い忘れたって人にまあプレゼントとかしたらめっちゃ喜ばれると思います。はい、すごい、あ、そうね先行で見たい気持ちもあるし、写真集で見たいね。そうだよね、早く、楽しみだね、いっぱいあるよ、いっぱいある、お楽しみに。みんながきっと見たいのもあります、あります。エリーちゃんの話した、そう、私実はエリーちゃんだけかな、メンバーで言うと全カット見せたのエリーちゃんだけ、エリーちゃんだけに全部のオフショット見せたんですけど、オフショットっていうかその選んだ全衣装のオフショットを見せたんですけど、めっちゃ、え、めっちゃ可愛いって言ってくれました。やば、最高じゃんって言ってくれました。のでオフショットもね後々こう上げていこうかなって思うので、 SNS の方もお願いします。あ、すごい、言っていいっていうことで、いろんなの着たって言ったんですけど、なんと浴衣とかもそう着ました。もちろんあのオフショルもあります、さっきコメントにあったけど。そう、浴衣着たんです。浴衣着てま何したかどうだろうそう、もうね、しかもどう、髪型とかは言っていいのかな。あ、そう、その浴衣、私浴衣今年結構何回か着させてもらうタイミングあったと思うんですけど、やっぱ浴衣って髪の毛を結構浴衣っぽくこうなんだろう、まとめたりとか、こうめっちゃぎっちりこういう感じなイメージじゃないですか。でそのフィッティングの時とかも結構、まあ、まとめるっていう結構ね想定で割と言ってたんですけど、当日なんか結構おろしって前髪上げてみたんですそれがいいじゃんいいじゃん、なんかなんだろう、普段見れない浴衣って感じがする。なんて言うんだろう、本当になんだろう、地元の彼女って感じしますすごい適当だな地元の彼女って感じするんですよ。そう、前髪上げました。前髪あんまり上げることないんですけど、前髪上げて、しかもこうちゃんと下ろす、なんかお団子に前髪上げるとかはね、まあやったことあるけど、髪をストレートで下ろして前髪を上げて結構その浴衣着たりしたのです。結構めっちゃレア、激レアなので、あのぜひゲットしてください。そんな本当にね、いろんな、あと朝から夜ってすごいいろんな時間帯でも撮ってるし、だからこそ本当にねいろんなカットあります。うん、そうなの、だ
からぜひね、早くみんなに全部見せたいね。あとそう、禁酒してたって言ったじゃないですか。で、私の解禁、禁酒解禁のタイミングはこの写真集の撮影の1日目の夜のご飯タイム、夜ご飯みんなで、その新島の何なんて言うんだろう、居酒屋さんっていうのかな、居酒屋さんみたいなところにみんなで行って、そのご飯と食べたんですけど、そこで解禁一発目の生ビールを飲ませていただいて、もう染みた染みたし最高でしたね。でめっちゃ食べちゃった。えで3日間にわたって撮影したんですよね。3日だっけ2日、あれ待って、だってえ3日間だよね多分。えそう3日間、え分かんない、2日間だっけえ多分分かんない、どっちでもいいんですけど、まあでも今後どっちでもよくはないか今後こう3日間あったので、こうあと2日間あるっていうのに、1日目の夜にそのお酒解禁して、ご飯もその島の美味しい料理をめっちゃ食べて、もうね次の日大変でしたよ。だから2日目はちょっと抑えめにしました2日目の夜ももちろんあのお酒とご飯と、もうね3日間ともめっちゃ食べて飲んだわけ普通に。だけどいやちょっと1日目やっぱもうちょっと我慢するべきだったなとは思いました。だから2日目のちょっと衣装を着てる時のあれがちょっと心配ではある。あと2日目の撮影でも結構食べながらの撮影とかもあったんですよ。だからそうもぐもぐショットあるかもわかんないけど、そうなんです。だからすごくちょっとそれ心配だけど、ちょっとなんかそう2日目自分でもちょっとあの何あれちょっと待って、初日よりちょっとあれって初日よりお腹出たって思ったんで、ちょっと2日目の夜はちょっとだけ制限して、でもすごい3日とも全部楽しんで、すごく美味しい料理も食べれて、お酒も食べれて最高でした。頑張ってよかったって思いました。え待って嬉しい、老子がショールーム限定の写真集を申し込みしようとしてるが会員登録が分からなくて困ってるのやばい、あと少し、あと20分くらいで終わっちゃう。老子そんな、でも嬉しい、ありがとうございます。そうあと20分くらいでこの配信は終わってしまうので、ぜひ写真集のこちらの限定の生写真、ここで今下のボタンから買うをポチってしたらみんなにこれがゲットできると思うので、ぜひゲットしてください。今日限定の生写真じゃない、ポストカードつきます。あ嬉しい、ポチってしてくれた、ありがとう、買いました、ありがとう。そう嬉しいね。そうね、あと質問コーナー、質問ある？あとなんだろう、いっぱいあるんだけどね、喋りたいこと。なんかな？なんかあるかな？確かに。でも本当いっぱいいろんなね。そう、お尻のトレーニングとかも、トレーニングしてもらってるとこ動画とか撮ってもらったからいつか載せますね。そう、でも本当に今後、あ、そう、私のね、写真集専用のアカウントが X でできてるので、あの結構詳しい情報とかもそこでたくさん、オフショットとか詳しい情報とかそこで結構載せていくと思うので、そちらの方もフォローしてくれたら嬉しいですし、私の方の大森真帆の個人アカウントでもあの自分の携帯で撮ったやつとかどんどん載せていきたいなと思ってるので、ぜひフォローしてください。またまーす。そう、うん、そうなんですよ。なんだろうね、うーん、まあでもロケ地で食べたもので一番やっぱり美味しかったのが、あの明日葉の天ぷら、私島へでもともとあの明日葉の天ぷら一回食べたことあったんですよ、自分で島にエッセイ書きに行った時に。
そう、多分その時行ったのが初島かな、確か。多分その時に食べたのかも、初島、分かんないけど。でも今回は新島と式根島で、どっちでも足束の天ぷら食べたんですけど、2日間。え、もう美味しすぎ、あれ毎日食べたい。足束の天ぷらドハマりしちゃって。そう、足束めっちゃ美味しいの。それがめっちゃ印象的だったな。あとすっごい撮影日がもうめっちゃ晴れ、すっごい天気に恵まれて、このね、この写真とか、あの結構先行カットとか見てもらったら分かると思うんですけど、え、めっちゃね天気に恵まれてすっごいいい天気だったのね。で、まあ、気温ももちろんすごい暑くて、だからあの2日目かな、撮影してる時にこうアイス屋さんがあって、島にアイスを食べながら撮影したりとか。そのカットはまだね公開されてないから、今後楽しみにしててほしいんですけど。そう、いや焼けた絶対に。でもめっちゃ日焼け止めとか塗ったけど、やっぱり結構その海も、まあ、この1種類だけじゃなくて2つ海行ったんですね。1日目も2日目も海行ったんですよ。だからなんか結構水入って、水普通、水なんか、なんだろう、結構ねいろんな感じで撮ってたから。そうだからね、うん、日焼けはしたと思うけど。え、そう言っていいかそう、さっき言ってた2日目ちょっとお腹出たんじゃないかなって、まあ1日目の夜ねいっぱい食べてやばいなと思ったそのお昼くらいかな、のちょっと前くらいの撮影で、海で水着もちろん着たんですけど、そこでなんだろう、あるじゃんビーチにさ、ご飯屋さんみたいな、屋根ついててさ、ビーチならではのご飯屋さんみたいな、海辺にあるカレーとかラーメンとかビール、かき氷って売ってるところで、私は水着のままラーメンを食べました。そう、海の家で、ラーメン、水着でラーメンを食べるっていう、しかもちゃんと海の家のさ横にある白いテーブルの傘、パラソルのところとかでも、そのラーメンを持って写真いっぱい撮ったりしたので、いや、そう、めっちゃ、うわ、やば、お腹ちょっと出てるかもって思うところに、そのラーメンとかき氷2つ食べて追い込んだよね、普通に。だからそこのちょっとかつ心配す、お腹出てないかそこはちょっと許してほしい。でもその日の夜ちょっと抑えたから、次の日は「え、ちょっと調子、ちょっと昨日より痩せた？」とか言われてそれみんな持ち上げてくれたんですけど、撮影チームが。そう、え、嬉しい、ロンシー買ってくれたらしいです、ありがとうございます。すごい、みんなもうこれここで買ったらこれがつきます、今日だけのこのポストカード、みんなも持ち歩けば1日ニコニコでいられますこのポストカードが今日この配信だけでしか手に入らないので、みんなもぜひ今来たよって方とかも、もう一個これ持っててもいいかなとかね、いう方もぜひ、今だけなのでぜひ予約してください。今ポチッとしたあるので、嬉しい、ありがとうございます。そう、あと式根島に行った時にお土産をね買ったんですよ。で、 T シャツをね買ったんです。それもね、もしかしたらどこかに乗るかも知れないし、お渡し会で飾る、その私の買った式根島 T シャツをお渡し会で飾ろうと思うので、ぜひ、どうなの、でもそんなこと言ったらみんなもう式根島行ってその T シャツ見つけ出して買うんじゃない、それでお渡し会来るんじゃないでもまだそれがどんな式根島 T シャツか分かんないから、みんなどうしよう、何種類か式根島に行って T シャツ買ってこれですか、これですかっていろんな部で買ってきたらおもろいね、それはそれでそう、でもすごいファンの方とかも、ほんと島へのエッセイ書いてて、島に行ってきたよとか、エッセイでもらしいオフショットとかお話しするした後に、みんながほんとその島に行って、聖地巡礼っていうんですか、そう、聖地巡礼してくださってるもう結構見たり話聞いたりするので、本当にどうしよう、お渡し会でみんな式根島行ってきたよって言って式根島の T シャツ
着てきたりしそうだよね、みんななら。それはそれで面白いので、あのそれもね、あの飾るのでぜひ楽しみにしててください。うん、そう、聖地巡礼、しかもさ、東京のシムだから行きやすいと思うよ。新島も式根島もすごくいいところでした。なんか結構島とかってその場所と場所とかがすごく遠い、車で何時間とか、島の中でもねすごい移動するイメージがあったんですけど、そう、新島とかも結構、新島がほぼ新島でも結構いろんなところで撮影したんですけど、なんかね全部近くて、どこ行くにもすごい近くていいところだなって思いました。そう、新島まではあの東京から飛行機で私は行きました。そう、結構1時間くらいで着いたんじゃないかな、島まで。でその新島から15分くらいの船で式根島に行きました。めっちゃ楽しかった、本当に天気も良くて最高でしたね。うん、ね、そう、海が本当に綺麗なんですよ。お渡し会のドレスコード、え、ないよ。お渡し会はもうね、みんなそれぞれ好きな服装で来てください、お渡し会。うん、船酔いはねしなかったかな。あ、よかんない、したかも、しそうになった。してはない、大丈夫。あ、じゃあ、うん、じゃあここからはお知らせタイムといきたいと思います。11月4日に先行イベントが東京であります。そう、先行イベントたくさんここでもしゃべり倒してみんなと楽しい時間を作れたらいいなと思うので、ぜひぜひまずはこの写真集のイベントで直接会えるのが最初に、11月4日に先行イベントがあります。そして次が12月7日にお渡し会が東京であります。そう、12月7日もうね、ぜひぜひ、誕生、ほんと発売して2日後なので発売ほやほやということで、これはもういち早くみんなからの感想とか、あの直接会ってお渡し会でみんなにお渡しできるのも嬉しいし、感想とかも聞けるのも嬉しいなって思うので、そこでもぜひ東京はそこで12月7日で会いに来てくださったら嬉しいです。そして1月13日にお渡し会が大阪であります。そう、1月13日に大阪でお渡し会させていただくので、お渡し会はこの東京と大阪の2つなので、ぜひこの2つどっちかでもどっちでもたくさんの方に来ていただけたらいいなって思います。すごいお渡し会とかめっちゃ夢だったんですよね、夜の。そう、明日の9月7日土曜日から、19時、7時ですね、夜の発売開始、明日の19時からです、発売は。でも詳しくはあの私の写真集アカウントで全部詳しいことは載せますので、写真集アカウントをフォローして待っててくださったら嬉しいです。そう、楽しみだね、本当に。写真集のイベントめっちゃ憧れるんですけど、本当に嬉しい。いっぱいサインとか書くのかな、どうなんだろう。めっちゃ楽しみ。そう、楽しみだね、すごい、本当にワクワクが止まらないって感じですけど。そう、もうだってその2回だもんね、写真集のイベントもいっぱい、もっとね会えたらいいけど、もう2回なので、東京と大阪どっちでも、近い方でもどっちでも行けるよって方はどっちも来てほしいし、できるだけたくさんの方に来ていただきたいなって思うので、ぜひ来てください。そう、サインいっぱい書く、心を込めて本当にサイン書きますね。うん、そう、写真集はまだ出来上がってないです。だからまだ私もどんなカットがあったりとか、全部ね、まずカットもねまだ見てない状態なので、またその今後進展があったらまたね皆さんと写真集の話とかしたいなって思いますし、そう、まず一番最初にあるのは11月4日の先行のそのトークイベントって感じなので、ぜひいっぱい喋りたいなって思います。会いたいですね、その写真集の話もいっぱいできたらいいなって思います。はい、あと少し、あと5分ほどで終わっちゃうので、
嬉しい、みんなたくさんありがとうね、来てくれてたくさんコメント。そうももちゃんね、そう伊藤ももかちゃんが なぜかリツイートしてくれたよね。なんか可愛いなと思いました。 なんかめっちゃさ、メンバーでもいいねって、あのポスト X のポストで写真集発売しますっていうやつにすごいいいねとかはみんなメンバーつけてくれたりしたんですけど、なんかあんまさ自分の活動じゃないことさ X のポストでさリポストすることなくない？そうだけどなんかすごいももちゃんがリポストしてくれてて可愛いなって思ってニコニコしました。そうでもずっとももちゃんはなんか楽しみ楽しみって言ってくれてたので、ドラマ撮影の時からそうプレゼントしたいなって思います。はい、ということで最後、最後の最後ですよ皆さん。いい、もういい、大丈夫、もうないい、これ最後まで残してる人とかいない？いや、まだ買ってないけどねみたいな人いない？見てるけど、これもうここのあともう数分で終わりますからね、こちらのポストカードぜひ今ですよ、ここでしか今でしかゲットできない。予約してよ、買ったよ、ありがとうね。大丈夫？お、大丈夫？買ったよ、だってそう、ぜひぜひ迷ってる方も絶対に後悔させない内容となっていると思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、ありがとう、嬉しい。そうありがとうね。うん、あ、そうなんだ、お支払い方法クレカだけなんだ。クレカだけなんですか、お支払い方法かな。そっか、誰、大人の方がもし周りにいたら親とかね、そうなんだ、そっかそっか、ありがとうな。でも気持ちも嬉しいです。キャリア決済できたよ、だってありがとう。水冷たくなかったですか？あ、これは多分どっちかだね、あの入りたて、この海に入りたてでいや冷たいっていう時の瞬間か、いや何思ったより来たっていう時の笑顔どっちか多分。なんかこの時の撮影でもいろいろあって、なんかじゃああんま波来ないとこら辺で一回撮ってみようかっていう時があったの。だけど思ったよりめっちゃ波がザブーンって来た、来たっていう時もあったし、あと初っ端このじゃあ初めてじゃあこの海にこう使ってみようかって時もあったから、その時のヒャーっていう時かもしれない、そのどっちかだと思いますそういやそうなの、これはもう初日、こう1日目の 初の撮影ですので、ぜひ。じゃあもうね、あっという間に時間が来てしまったということで、なんか本当に初めてねこうやってスタジオで一人で写真集、まさかこの私がですよ、この私がこうやって写真集を、自分のファースト写真集を引っ提げてこうやって一人でショールームスタジオで配信できるなんて日が来ると思ってなかったし、こうやってみんなにね嬉しいなんかお知らせできて、改めて本当になんかたくさんの方に感謝だし、みんなに嬉しい報告できてよかったなって思いますので、ぜひこの写真集一緒にこれから皆さん一緒に盛り上げていきましょう、よろしくお願いします。本当に今日は配信見てくださってありがとうございました。ということで、あっという間ですがランキングを読ませていただきたいと思います。ねー、どれだろう、これだ。じゃあまず1位、あ、13位だよね、こういうのって普通自分の配信だとね1位か読んじゃうんですよね。13位グーさん、ありがとうございます。グーさん。12位ダイヤマン、ダイヤマンありがとう。11位テルユキさん、テルユキさんありがとう。10位松尾さん、松尾さんありがとう。9位ワイマツさん、ワイマツさんありがとうございます。8位富士さん、富士さんありがとう。7位あやこさん、お、すごい、え、取引とか行く、いってらっしゃい、ありがとうね、あやこさん。6位安楽生姜ゆずかだおし、お、ゆずおしありがとう、嬉しい。5位サカティーン、サカティーンありがとう。4位ハムちゃん、ありがとう、ハムちゃん。そして3位たけしさん、9月4日誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、ありがとね。そして2位ケイケイ、ケイケイありがとう、嬉しい、コメントも見えてました。
1位、青森ブルースさん、ありがとうございます。ブルースさんありがとうございます。すごい嬉しいです。皆さんたくさんたくさんたくさん本当に見てくださった皆さんありがとうございました。ということで、もう本当にこれ最後です最後ですよ。こちらあと少しで終わります。ありがとうね。これ持って写真スクショもしとこうかな。どうだろう、記念にね。うん、いいんじゃない。買いました。おすごい、念押しに最後の1個。じゃあスクショタイム、この流れでいきたいと思います。どうしようかな。じゃあいろんなカメラでのボタン、ファーストの1、あと何がいいかな、ポーズ、あと何がいいかな。はい、ということで皆さん撮れたかな、撮れたかな。じゃあみんなハッシュタグ、最初に決めたハッシュタグ大森真帆ファースト写真集でたくさん今日の感想でもいいですし、写真集の楽しみとか感想、今日のなんかオフショットとか、これこのラム写真楽しみとか、ポストカード、めっちゃ生写真って言っちゃった、ポストカードです、そう、楽しみとか、いろいろこれからもそのハッシュタグで一旦いっぱいつぶやいていけたら、つぶやいてもらえたらいいなって思います。あ、すごい、そう、現物もね見せてなかったね、みんなごめん現物もあるんです。実はこんな感じになります。生写真か、生写真で合ってるか、こんな感じ、可愛くない、このサイズ感で。やっぱもこのね、こうやってファイリングとかでもいいし、何かに挟んだり、毎日持ち歩いたらニコニコになります、その日一日。ぜひ、あ、すごい、みんな買ってくれてる、最後にもうあと少しだっていうことで買ってくれてるんですか、ありがとうね。本当に終わっちゃうよ。じゃああと、あと30秒あと30秒で本当に終わります。じゃあ30秒間、あと30秒ですよ。いいの、みんなもう思い残すところなし、大丈夫、このニコ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 毎日ハッピーポストカード最後です。なかなかこの笑顔にはならないのよはい、お、大丈夫かみんな、 OK ね。じゃあそろそろ本当に終わりたいと思います。本当にありがとうございました。バイバーイ。たくさん感想待ってます。